UD ラスパルマスは、スペインカナリア諸島のラスパルマスデグランカナリアに、本拠地を置く、サッカークラブ。セグンダディビジオンに在籍している。32,392人収容のエスタディオ、グランカナリアを、ホームスタジアムとしている。同じく、カナリア諸島に、本拠地を置く CD テネリフェとの対戦は、カナリア諸島ダービーとして知られる。 スペインサッカー連盟に登録されたのは1949年6月6日で、あるが、公式に設立されたのは8月22日である。カナリア諸島にある CD グランカナリア、アトレティコ CF、レアルクルブ、ビクトリア、アレナスクルブ、マリーの FC が合併して、新クラブが誕生。クラブ名称を決めるための会合が開かれ、どの全身クラブの名称も含まないことで合意した。 デポルティーボ・カナリアスという案もあったが、グラン・カナリア島単独よりもカナリア諸島全体に言及しているとして廃棄された。5クラブの合併によるつながりを表し、ラスパルマスを本拠地とすることから、最終的に UD ・ラスパルマスが選ばれた。この連合クラブは、カナリア諸島の優秀な選手を諸島に引き止め、本土でクラブを探さなくても良いように設立された。 最初の練習は1949年9月16日に行われた。1949から50シーズンにテルセーラ、ディビシオンに初参戦し、2位となってセグンダ・ディビシオン昇格。1950から51シーズンはセグンダで3位となり、プリメーラ・ディビシオン昇格を決めた。今日までリーガー・エスパニョーラ初参戦から2シーズン連続で昇格して、 プリメーラ昇格を決めたのはラスパルマスだけである。トップリーグ初挑戦の1951から52シーズン終了後にセグンダ降格となったが、1953から54シーズン終了後に再びプリメーラ昇格を果たし、今度はプリメーラに6シーズン在籍した。1963から64シーズンにはセグンダで優勝してプリメーラに昇格し、 1960年代後半から1970年代後半にかけては、クラブ史上最も成功を収めた期間となった。ビセンテ・ダウデル監督が率いた1967から68シーズンには、レアル・マドリードと FC ・バルセロナに次ぐ3位となり、母国開催となった UEFA 欧州選手権1968には、ラスパルマスから4人の選手が出場して、 優勝を経験。1968から69シーズンには、レアルマドリードに次ぐ2位となって、さらなる躍進を遂げ、リーグ戦では、レアルマドリード以外には敗れなかった。1969から70シーズンには、インターシティーズ・フェアーズカップに出場したが、1回戦で、ヘルタ・ベルリンに2試合合計0の1で敗れた。1971年3月9日には、 ラスパルマスの現役選手であった28歳のファン、グエデスが突然死去した。1971から72シーズンには、フランス人のピエール・シニバルディ監督がクラブを、リーグ戦5位に導き、翌シーズンの UEFA カップ出場計を獲得。1972から73シーズンの UEFA カップでは、トリノ FC とケースロバンブラチスラバを下し、 f c トゥーエンテに敗れた。1974から75シーズン末には、グエデスと共にプレーしたディフェンダーのトノーノが肝臓の伝染病で死去した。1977から78シーズンは、クラブ史に残るシーズンとなった。ミゲル・ムニョス監督が采配を振るい、アルゼンチン人のミゲル・アンヘル・ブリンディー氏、ダニエル・カルネバーリ、カルロス・モレーテ、 キケウォルフなどが在籍したチームは、欧州カップ戦に3度目の出場を果たし、1回戦で、FK スロボダトゥズラを倒したが、結果的に優勝する、イップスウィッチタウン FC に2回戦で敗れた。同シーズンのコパデルレーでは、クラブ史上初めて決勝に進出したが、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで行われた決勝では、FC バルセロナに1-3で敗れた。 1990年代から2000年代にかけては、セグンダ・ディビシオンとセグンダ・ディビシオン B が主戦場となった。2000年にプリメーラに昇格し、2シーズンの間トップリーグに在籍した。2001年10月3日にホームで行われたレアル・マドリード戦では、下部組織出身のルベン・カストロの2得点などで、競合相手に4から2で勝利。しかし、 2001から02シーズン終了後に、グ軍ダ降格となった。1954年から、ファームチームを所有しており、1976年には、正式な B チームとして、UD ラスパルマスアトレティコが発足した。2006年には、C チームが設立され、カナリア諸島地域リーグの最上位ディビジョンに到達した。2010年に活動停止したが、 翌シーズンには再び活動を再開した。またラスパルマスは女子サッカーチームを所有しており、2009年から2011年にはプリメーラ・ディビシオン・フェメニーナに在籍した。2010年にはインドアサッカーチームを設立し、セントロ・インスラール・デ・デポルテスをホームコートとしてリーガ・でフトボル・インドアに在籍している。ラスパルマスのエンブレムは上部に、 クラブ内裏の巻物を配した青色の盾である。盾の下部には小さな5つの盾が描かれている。これは1949年に合併して消滅した、レアルクルブ、ビクトリア、アレナスクルブ、CD グランカナリア、マリーの FC、アトレティコ CF の盾である。それらは巻物を囲むように配置されており、巻物にはラスパルマス氏のスローガンである。 セグラ・ティエネラ・パルマという文字が刻まれている。スペインの多くのサッカークラブが国王の庇護下にあり、クラブ名称にレアルという窃盗語を用いることを許され、それぞれのクラブはエンブレムなどに王冠を採用している。ラス・パルマスは国王の庇護のもとになく、エンブレム最上部の王冠は全身クラブの一つであるビクトリアのものである。エンブレムはクラブ機の中央に鎮座し、 上部は黄色、下部は青色の2色が均等に塗られている。ラスパルマス市の旗にはこれらの色が斜めに使用される。エスタディオグラン、カナリア中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。カッコ内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた、 代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。